はい、そしていよいよ日本の佐藤満、ソウルオリンピック金メダリスト、しかもこのソウルオリンピックについて2つの連続の金メダルを取ろうということで執念を燃やしました佐藤満ですが、1回戦残念ながら敗れて、その時に脇腹を痛めました。しかしその脇腹に痛み止めの注射をしての登場です。2回戦はフランスのボルディンを破って、3回戦今日午前中の試合は不戦勝でした。足をうまくタックルに行きました佐藤満、相手はルーマニアのコルドネアヌです。このコルドネアヌは、はい、ヨーロッパ選手権、はい、今年ヨーロッパ選手権で、はい、いいですね。そうですね、はい、ヨーロッパ選手権、世界選手権、かなり常にあの上位入賞している選手です。はい、佐藤が足を取ります。赤のユニフォームが佐藤満、青がルーマニアのコルドネアヌです。佐藤満が163センチ、コルドネアヌが160センチです。佐藤がまずポイントを取りました。ワンポイントリード。平山監督もこの佐藤にはとにかくもう期待するところ大、1回負けていますのであとはもう全勝する覚悟で行ってほしいと言っていました。はい、このコルドネアヌは昨年の世界選手権第4位、はい、から佐藤は昨年世界選手権第5位なんですよ。でヨーロッパ選手権でもですね、今年このコルドネアヌは2位ですね、はい、この52キロ級の2位、かなり強豪の選手なんですよね。佐藤としてはメダルがかかっていますのでもう一つも落とせません。現在ワンポイントリードしています。5分で争われますこのレスリングですが、うんと今度はバックを取りましたのはルーマニアです。ここでワンポイント返しました。1対1の同点になりました。佐藤としてはこの試合を落としますと、はい、失格になりますからね。そうですね、はい、これも絶対負けれません、はい、佐藤はですね、しかもここでですね、できればコルドニアのホールしたいですね。そうですね、はい、そうしておかないとあとの点数に響きますから、はい、フォールしますと4ポイントになりまして、非常に有利に試合を進めることができます。残り時間はあと3分です。1対1の同点、まあ、この予選ラウンドは2回敗れると失格ということになります。そして0対0の場合には両者負けということになります。あと一本背負いに行きました。これは大丈夫です。まあ、よくしのいでますね、はい、今の一本背負いを。佐藤もなかなか動きがいいんですが、しかしルーマニアのコルドネアヌも負けていません。これはコントロールすると相手のポイントになりますね。はい、これしつこい選手ですからね。はい、ルーマニアのコルドネアヌは今年23歳、佐藤満は30歳になりました。ソウルオリンピックの後膝を痛めたりなどしまして2年間ほどブランクがありました。しかしもう一度金メダルを狙って復帰いたしまして、この日本選手権などで勝ち抜いてこの代表になってきました佐藤。佐藤としてはかつての東京オリンピックとメキシコオリンピック続けて金メダルを取った植竹洋次郎に次ぐオリンピック2連覇を目指します。攻撃権を取りました佐藤。ここはチャンスですね。そうチャンス、これ絶対返さなきゃダメです、はい、これまた先からポイントを取らなきゃダメです、はい、彼は得意なまた先に入りましたね。チャンスです、はい、佐藤チャンス。フォールの体勢に持っていけるか。この股先からは得意なんです。はい、2ポイント追加されました。3対1。ここでホールをフォールを取ると大きいんですが、どうでしょうか。佐藤満フォールになるか。苦しい体勢のルーマニア、佐藤チャンス、佐藤のチャンス、どうでしょうか。ホール取りました。取りましたか。はい、フォール勝ちです佐藤。見事にこれは大きいですよ。この4回戦フォール勝ち、ルーマニアのホルドネアヌをまず崩して、そしてニアフォールから完全にフォールの体勢に持っていきました。このフォール勝ちは気分的にも非常に大きく作用しますね。これは大きいですよ。日本にも明るい雰囲気になってきました佐藤満、ルーマニアの強敵。